日本神奈川県川崎市川崎区南町南町は神奈川県川崎市川崎区の町名。定番を持たない単独町名であり2012年4月6日時点で住居表示は実施されていない。面積は0.1153、経平方メートル郵便番号は210の0015。川崎区北西部第一京浜の北側に位置する市街地。北で 小川町、北東で、東田町、南西で貝塚、南で元木、西で日清町と隣接する。南町にはオフィスビルや高層マンションも建っているが、ソープランド街もあり、川崎市内では堀の内に次ぐ規模である。なお、正式には南町であるが、一般には南町と読まれる。川崎南町ソープ街の一角当地は、 もともと小トロから土砂を運んで埋め立てた土地であったが、川崎塾の飯売り旗子から続く貸し座敷が1902年に当地へ移され歓楽街となったことから、小トロ新地や川崎遊郭とも呼ばれていた。明治末期から始まる川崎の工業化により、南町は歓楽街として発展していき、昭和初期の南町について、伊藤和太良が私の川崎に、 およそ庶民というもののうさばらしに、格好な安上がりの店がひしめき合っていたと書き残している。戦後には、政府公認の赤線地帯となった。1958年に売春防止法が施行されたことにより、南町の売春宿はほぼ壊滅状態となったが、1966年に風俗営業等取締法が改正されて、南町は、 堀の内と共にトルコブロの許可地域となり、サイド風俗の町として栄えることになった。2013年1月現在、川崎南町特殊浴場協会に加盟する、総プランドは20店舗である。南町には、神奈川県有数の大規模警察署である、川崎警察署があったが、2003年4月に、八丁縄手駅近くへ移転、跡地には交番及び、 川崎公共職業安定書が置かれた。南町交番は2004年4月から業務を開始している。川崎町の南側にあったことからとされる。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道駅は設置されていない。京急本線。 大四線京急川崎駅及び JR、京浜東北線、東海道線、南部線川崎駅が利用できる。川崎市バス川15、川40系統の川崎小学校前、川崎鶴見臨港バス川24、川29系統の南町、川21、川22、川23、川24、川25、川26、 川29系統の新川橋の各停留所が町内にある。川崎市消防局、川崎消防署。ありがとうございます。